て、ここからは競技花火でお楽しみいただきましょう。イエイ。このコーナーは全国各地で活躍している花火業者が創作スターマインでその腕を競います。本日の参加は長野県諏訪の小口栄華、東京都府中の丸玉屋小夏煙火店、そして地元市川三郷町から佐伯煙火本店、同じく市川三郷町丸坊、以上4つの花火業者です。なお打ち上げの順序は抽選によって決められ、どの花火がどの業者のものかわからないようになっています。ぜひ会場の皆さんも審査員の気分でご鑑賞ください。結果は後ほどこの会場で発表いたします。それでは参りましょう。競技花火エントリーナンバー1、タイトル、あの時の思い出。ふとした時に頭によみがえる思い出、楽しかったこと、嬉しかったこと、強く残っている思いなど、そんな記憶をふっと感じられるような温かい花火をイメージして作りました。元気な地球作っています。飯塚工業と雨宮工業、大丸、一ノ瀬、六足、その他14社の提供です。ないほどもっと近くにいるように不思議、話したりないことばかりでも話したりないぐらいの方が伝わってる。気にしてさ思い出せないのさ、始まりもいて当たり前だから、ないかしも意識したのに今じゃ会いたいと思う。サファリアンもまた会いたいと泣きたいと落としてくれ僕に雷を、夢の中にまた咲いたるよ。雲を閉じたいこの夜空にあなたは何が見えますか。それはあなたにとって何よりも大切な人ですか。想いは夜空の影にいる、ずっと幸せでありますように胸の中で。星のまばらのこの夜空にあなたは何が見えますか。それが自分のことより何よりも大切なことですか。願いは夜空を駆け巡る、ずっと幸せでありますように胸の中で。未だに会いたくなったり、未だに話したくなったりするけど、心は繋がっている。
ったこと、楽しかったこと、あの時の思い出、よみがえりましたか？エントリーナンバー2、タイトル、花火天国。会場の皆さん、こんばんは。新名の花火、楽しんでいますか？もっともっと盛り上げたくて、この作品を作りました。皆さんの笑顔が、我々花火師たちの生きがいです。おや？夜空から不思議な声が。いいだよ、いいだよ、今夜は楽しめし、みんなでヘイヘイするじゃね。それでは皆さん、Are you ready? 世はまさにコール&レスポンス時代、花火天国始まりますよ。この花火は、神明の花火が永遠に栄えるために、あなたの瞳が永遠に輝くために、陰ながら応援しています。より良い眼科医療を目指す南アルプス市の堀内眼科と、新日本開発司法書士法人青沼総合事務所、欅総合管理、その他15社の提供でお送りします。
ドキドキと笑顔を、国際グループと木村設計、印刷も西文堂、富士霊山、その他中5社の提供です。君の中にあることは起きせぬ、それらが結ばれるのは真の像、
て終了いたしました。皆さんの採点はいかがでしたでしょうか。審査の結果ですが後ほど発表いたします。どうぞお楽しみに。